水がなくひびが入る田んぼ。十日町市松の山地区の相沢健さんはこの田んぼでの田植えを諦めました。雨水や雪解け水に頼る天水田ですが、水がたまりませんでした。冬の小雪と雨の量が少なかったことが原因とみられています。冬はすごい小雪で楽だったんですけど、春にこうやって田んぼを作るのが厳しい状態になると、なかなか小雪も一長一短だなって思いますね。一方、沢の水も例年の半分ほどの量に。田植えが予定より数日遅れていて、稲への影響を心配しています。豊作の年じゃなくていいので、もう普通の年で時期に合った天候であってくれればいいなというのもそれだけですね、はい、去年の夏は猛暑の影響を受けた県内の農家ですが、相沢さんは今年の夏も稲が枯れるか心配だと不安を口にしています。